Show me the power of darkness. And I need a new TIE fighter. Papa, 何してんの？パパではない。いや、パパじゃん。はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。です。今日はこちらですね。うん。レゴスターウォーズカイロレンズタイファイターです。これはですね、今年の末に公開されるスターウォーズザ・ラストジェダイ、うん、あれの、カイロレンが乗ってるタイファイターだね、うん、じゃあ早速作っていきましょう。よい。はい、ということで完成しました。こちらがカイロレンのタイファイターですね、うん、すげーかっこいいよね、うん、すごい。タイファイターってこんなかっこよかったっけってぐらいかっこいいんだけど、うん、これでもカイロレンが乗るタイファイターってなんか初めてだね。初めてだよね、うん、ダースベイダーも専用のタイファイターあったんだけど、こんなかっこよくなかったよ。そうだよね。ここが赤かったりしなかったもんね。そうそうそう、ここ赤いよね、うん、上が開くようになってます。おう、うん、でここに1人乗れる、うん、でこの下にスプリングローディングシューター2つ搭載されてて、うん、この丸ボタンを1回押すと放たれます。まあ、こんな感じね、うん、OKOK、はい、うん、はい、他のギミックはない。はい、でこのセットにはミニフィグでファーストオーダータイパイロットとファーストオーダーストームトルーパーがついてきてますね。はい、それぞれヘルメット取ってくれるかな、うん、はい、こういう顔です。はい、こういう顔です、うん、そしてカイロレンもついてきてますね、うん、カイロレンはこの十字のライトセーバー持ってて、今回はマスクついてきてません。はい、はい、でマントしててこの網網のスーツ着てますね。はい、顔がくるりとひっくり返るとこの怒った表情になりますね。またカイロレンはまた怒んのかね。うわブシ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 ってね。そして今回初登場のドロイドだね、うん、BB-9E、 これもついてきてますね、うん、でさっきも言った通り、うん、あのこれね1人しか乗れないから、うん、まあカイロレンが乗るんだろうなって感じ、ね、であとはこの BB-9E が乗るところはないです。はい。まあでもスターウォーズラストジェダイこういうものがいろいろ出てきて楽しみになってきましたね、うん、はい。よし、ファーストオーダーの基地に潜入したぞ。BB-8、偵察に行ってくれ。なんだ、敵兵か？敵兵だ。しまった、見つかったか？あそこにいるぞ、撃て！楽勝だったぜ。ブル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 。敵の新しい兵器はどれなんだ？これか。これはタイファイターか。それにしてもかっこいいな。誰もいないようだから破壊してしまおう。ドゥーボー、私がいる。お前はカイロレン。これはまずいな。お前はこれでおしまいだ。あ、いた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 。あ、いたいた。しか高いとこから落ちたから足痛い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 。なんだ、情けない奴め、今のうちに逃げよう。 BB-8、 X-Wing をこっちに。うーん、よし、出発だ。今回は見逃してやろう。はい、ということで今回はレゴスターウォーズのカイロレンズタイファイターでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。